今日はですね、はい、もう皆さんね、あの俺って人よりね数百倍多くの人と話したりとか、うん、コンサルティングを受けたりとかしてるじゃないですか、うん、ね、そういう中である法則に気づいたんですよ。何ですか？やっぱりね、よくさ、ね、うん、金持ちは共通点があるみたいな本とかいろいろ出てる。ありますね。それと同じ通り、やっぱり貧乏な人にも共通点がある。言い方悪いけど、あるある。これはねもう 100% ある。これ何かっていうと、うん、まあ、あの貧乏な方っていうのは、まあ、会社員もそうだし、例えば経営もそうだし、うん、例えば経営だったらね、ずっと何年やってるのに年商が変わらなく、ね、はい、利益率も低くとかね、うん、あとはあの会社員だったら給料が変わらなくみたいなね、うん、そうやってどん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 貧乏になってくっていう人には一つ共通点があって、これ何かっていうと、いつも価格の話をしてる、うん、価格の話。値段か、値段、はいはいはい、貧乏な人は絶対に価格の話をする。それ言わなきゃダメなんじゃないの？いや言わなくていい、全然。金持ちの人っていうのはいつでも価値の話をするんだよ、うん、でも貧乏な人っていうのは価格の話をするんだよ。どうやってやる？その靴で5万円高いなとか、うん、安いなとか、そんなことばっかやって値段伝えなきゃダメでしょ。絶対違うんだよ、全然違う。だからいつでもね、もし経営を成功したい、会社員としてしっかりと実績を残したいっていうのであれば、うん、絶対に価格の話をしてあげる。むずむずいでしょ。これもう面接も一緒、営業の時も一緒。はいはいはい。だ、例えば営業の時なんてめちゃめちゃいい例がある、うん、あの例えばさ、スピンの法則ってよく言ってるじゃん。スピン、ああ聞きます。よく言ってるでしょ、はい、であなた今あのインスタのシステムのマーケティングのシステムの販売してるでしょ、はいはいはい、じゃあそれを販売するとしてね、そのスピンの法則を使いなさいって毎回毎回営業研修で俺が言ってるのは、うん、あれなんでかっていうと、価格の話に行かないようにしてるの、うん、価値の話に行こうとし、はいはいはい、してるのよ。でインスタのシステムなんてさ、前で言うと5社ぐらいあったわけじゃん、うん、でうちってその5社の何倍もう4倍ぐらい高かったよね、全然ね、うん、それでも一番日本で売れてたわけ。確かに。と今も売れてるよね、うん、って考えると、なんで一番高いのにね、あんだけ売れるのか、うん、考えてみたことがある。まあ、確かにな。よくお客さんとかに言われるでしょ、うん、もうあの他社はこんぐらいの値段ですけど、 うち高いですよねみたいな。そう言われない。でも申し込み来ると思うね、うん、あれはなんでかって。本当だ。全てのウェブサイトとか動画とか覚えてる、うん、あれも全部価値の話なんです。価格は全然言ってない。値段は言わないんだ。値段とか、いや、あの申し込む時は言うよ、当たり前に、うんうん、ただその値段を言う前にしっかりともう買うって決めてから値段を見るから、ね、はいはいはい、それも営業の時も一緒なのよ、うん、これあの皆さんがもし採用とかであの面接する時も絶対同じですね、うん、年収とかもどうでもいい、あっちに決めさせる。でもこれをやんないと俺は逃げていくよぐらいの、あのなんていうよ、威圧的な感じで面接した方がいいから。受ける側がそんな態度でいいの？いやいやいや、悪いけど俺サラリーマン時代2000万だからね、年収。いや、まあ、全然その威圧的な態度、いやいや俺だったら辞めるよってっていう風にやる。それはなんでかっていうと、価値の話をしてるから当たり前。でいや嘘だと思う。じゃあ例えば営業でね、じゃあスピンやってみようか、はいはい、あれ、じゃああなた美容院のオーナーですとか、よく美容室とかさ、多いですね、多いでしょ、はいはいはい、クライアントで、うん、でじゃあ俺があのシステム、インスタのシステムを売りたいとしたら、はいはい、まずはスピンの法則にとってやってみましょう、うん、もうまず S、はい、まずは状況を質問する。今、はい、あの美容院やれてどんぐらいですか、はい、まあ、もう1年、2年ぐらい、2年ぐらいですか、はいはいはい、で実際に、売り上げとかどうですか。まあ、ちょっとギリ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 ですか。本当もう夜飯食えるぐらい、夜飯食えるぐらいギリギリで。実際にあの今マーケティングってどうやって集客してるんですか。あ、もうあのホットペッパーさんに全部任せて、ホットペッパーに任せてます。大体いくらぐらいですか、月々。10万ぐらいは。10万ぐらいですか。なんでそんな顔してるのお前。経営が大変なんです。なりきっちゃってるの、ね、経営が大変なんです。入り込んでんのね、はい。本当にそんな感じなの。そうです。どうにかできないかな。どうにかできない、はい、っていう風なシチュエーションを聞いていく、うん、ね、営業っていうのは話さないわけだから、もう質問聞くんだ。そうで状況を把握して、うん、その後じゃあね、ホットペッパー10万円で、はい、どんだけ集客来るんですか。まあトントンぐらい。トントンぐらい。ダメな日はもうマイナスの時も。マジですか。毎月毎月。そうなんですね、で実際に、まあ、他社さんとかだと結構あのホットペッパーってクーポン目当ての人多いじゃないですか。あ、そう、もうだからね、リピートつかないとか言われるんですけど、御社どうですか。クーポンハイエナたちがもう、クーポンハイエナたちが来てはどっか行き、来てはどっか行き。なるほど。じゃあ利益残らないとね。もう本当にもう、じゃあでも美容院ってコンビニの数より多いって言われてるじゃないですか。そうなんです、ね、どん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 できてもできますよ。ぶっ壊してやろうかと思いますよ。ちょっと落ち着いてください。はい、ごめんなさい。でもね、次あの問題質問が、はいはい、プロブレム終わって、じゃあ、この問題を放置してるとどうなるかっていう示唆質問なんだけども、うんうん、放置してる、じゃあ例えば今の状態を放置して隣にもう一件もしできたら、ね、はい、あの値下げになってるじゃないですか今ね。そうです。どうなっちゃいます。いや、もう下げれません。下げれませんよね。無理です。ただホットペッパーに頼ってるともう潰れちゃうってことなんですよね、うん、いや
やめてください、言わないで。次ポンってできたらやめてください。いや、やめてください。まあね、でもね、もしですよ、もしね、ホットペッパーに頼らないでその集客員もちょっと削れて、はい、なおかつリピーターがしっかりと獲得できて集客に困らない、はい、っていうようなファンを作れる媒体がある、それを自動で全部システムへやれる、そういったシステムがあったら買います？買いますよ。買いますよね。あったらですよ。あったら、ね、そんな便利なものがあったら買いますよ。そんなのあるわけないじゃないですか。で、はい、終わり。ほら、今価格の話した俺。してない。してないな、うん。価値の話しかしない。確かに。その差別、ここの問題を解決できる。買うって言ったよな。もう、まあ、あったら買いますと。価格を言ってないで。確かに。そう。こういうふうに何でもかんでも価値に持っていかないといけない。全てを、はいはいはい、しっかりと。っていう風に、あの面接だとしても、うん、営業だとしても経営とのお客さんの商談だとしてもね、うん、はいはい、全部同じ。価値を、価値をっていきなり価格なんてどうでもいい、うん、確かにな、こっちのが入りやすいな。そう、俺もね、昔あのフィリピンにいる時に上司にめちゃめちゃしごかれたのこれ、うん、はいはいはい、もうとにかくもう値段を提示する前に買うって言わせろ、それがうまい営業だ、うん、はいはいはい、それがうまい経営者、うん、っていう風に言われてた。それができないとどん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 薄利なビジネスになってる、うん、そう、これはもう1個目よ。もうこれ貧乏な人の特徴、価格の話をしすぎ、うん、そう、価値の話をしっかりしとる、はいはいはい、皆さん給料上がらなくないですか？上がらない。上がらないよね。役職給つかないね。ください、ね、ください。それなぜかって分かってます？皆さん、給料が上がらない理由ですよ。で、逆にですよ、俺自身給料バンバン上がってきましたよ、うん、サラリーマン時代年収2000万ぐらいありましたからね。ずる賢いから。いや違う、違う、違う、どういう話よ。違う、そんなことを言うんじゃない。これ足入ってないよね。俺足ちょっと座禅組んでないけどいいかな。いや、言っちゃったからもう後ろとかもお菓子だらけだからね。まあ今日はですね、はいはい、皆さんが給料を上げるという時に、うん、なんで給料が上がらないのかなって自分で一回考えろというセッションですよ。セッション、セッション、セッションも10分ぐらいで説明してきますよ。で、皆さん例えばマクドナルドの店員考えてください。好きだな、ね、マクドナルド。話はしないよ、別に。しないしないしない。また言ってないしないしない。今日の話は、皆さんがマクドナルドの店員でね、うん、じゃあ、数百万円月に売り上げましたと、レジでね、うん。そしたら皆さんの給料、マクドナルドの人って時給1000円ぐらい、まあまあ1000円。1000円ぐらいで、ね、100万円皆さんレジのね、あの売り上げを立てましたって言ったら、いくら？時給上がる？いや、まあ、上がんないよね。なんでかって知ってる？なんでかって、マクドナルドでカウンターの前に立って、ね、注文する人って何もそいつが機械だったとしても 99.9% 買う人なんですよ。あ、ね、だからそう関係ないじゃん。だから何をしてないかっていうと、うん、提案をしないから価値がないんですよ。うん、わかる。で、この世っていうのは何に対して価値があるか、まあ、いわゆる価値があるっていうのは何に対して給料が上がっていくかっていうのは提案なんです。これをしてない限りは皆さん絶対にダメですと。だからこれね、うん、質問の仕方ですぐわかる。はいはいはい。まあ誰かにね、一昨日ぐらいに、うん、怒ったんだけども、これ何かっていうと、クリエーションチームから、うん、何かがあります、うん。で、こういうふうに質問来てるけどどうしますかって質問が来たので、うん、お前は伝言ゲームしてんのかと。わかる。っていうような、話になっちゃうわけですよ。出ませんけどね。そう。だから、結局、質問の仕方はどうするかっていうと、うん、いや、こういう選択肢とこういう選択肢とこういう選択肢があります。うん、私はこう思うんですけど、竹名さんどうですか？これが正しい質問の仕方で、これが提案が入ってる質問の仕方で、だからこそ価値がつくわけじゃん。それがないと、ただ価値がつかないわけじゃん。だからこういうのを普段の業務から意識してますか？意識してない限りは、あなたたち給料上がんないよって話。なるほどね。美容室だってそうじゃない。ね。うちの美容室何店舗か経営してますけども、結局ですよ、俺すぐわかるんですよ。こいつは雇った方が、もうヘッドハンティングして、したい美容室か、美容師か、あ、いらねえ、もう、カスの美容師かっていうのがすぐ分かる。いや、いい。言葉をね、あと P 入れといて、なんか、法務部に言われたらね。とにかくね、うん、美容室で、佐々木くんが美容室に行きますと。はい、ね。普通に座りますと、うん。はい。ここで価値がある、価値がないの、一言目が出ます。何でしょう？俺がでしょ？うん。かっこいいですね。バカじゃん。褒めるね。嬉しいからお客さん。違う。何かっていうと、ほとんどの美容師はね、座ってるお客様に対して、うん、今日はどうしますかって聞くの。まあまあそうだね。でもさ、お前それをやってる限りさ、5000円とか取ってるわけでしょ、カットで、うん。まあそう。いや、取れるわけねえじゃんと。キュービーハウスじゃねえんだからさ、髪を切るっていう業務は、うん、もう市場価値が1000円になってるわけですよ。うん、ね。
でもそれを5000円取るって4000円の違いは何かっていう、ここが提案の話よ。なるほど。となったら、あ、こういう髪型って今トレンドで、うん、いくつもあの着てる服ってこういう服着てる、あの着てるんですかとかっていう、その、まあ、ヒアリングをした後に自分から、うん、じゃあこういう髪型どうですか、うん、こういうのもありますよ、でもどうしたい、どれどうしたいですかって聞いた方が、その美容室に価値がある。なるほど、ね、こういう風な提案がないやつ、提案がないものっていうのは、うん、本当にカス。言葉を選ばないといけないけど、選んだ結果カス。選ぶとね、あれ言ったじゃない、インフォメーションパータイムって、はい、あの IPT って意識してるんですよ、うん、ちっちゃいこの短いところで俺の動画って IPT がめっちゃ高いんですよ、うん、ね、こんだけこの IPT も IPT だからね、こんだけの情報量をめっちゃ凝縮してやってるわけだから、うん、めちゃめちゃ貴重なわけなんだけど、まあまあまあ、まあ、とにかくね、価値を上げるには提案をしていく、提案に価値がつく、だから給料も上がっていくってこと、うん、だから普通に働いてる業、あの営業部だったり何でもいい開発部だったり、僕こう思うんですけどどうですか、提案をし続けなさいよ、うん、来てる業務じゃなく提案をし続けるんですよ。だから飲食店も全く同じよ、飲食店も、うん、イタリアン料理とか提案めちゃめちゃしてるじゃん、あ、ね、するね、するよね、今日こういう料理なんでこういうワインとかね、おすすめとかね、おすすめ、だからあんな高額なものが取れるわけよ、ね、こういう日本、昨日もね、あのお寿司に行ったら日本酒の説明でもう10分20分ぐらいもう聞き入っちゃって、あのしたわけですよ。すげえ、いや、すごいよ日本酒って、めちゃ獺祭だったりね、あの、うん、あるな、うん、まあめちゃめちゃ面白いんだけど、結局ね、だこういう実験ですよ、あのミートボールってあるじゃないですか、お弁当によく入ってるミートボール、うん、よく入ってたよね、あのミートボール、あなたでも知ってるでしょ、うん、そのミートボールとをあの高級イタリアン料理で出すっていうさ、まあ、テレビ番組でもやったんだけど、実はこれってそのミートボール会社が実はやったのよ、うん、あの企画ね、あのテレビ番組になる前に、でその時に90何%、本当に 98% とか、うん、そんぐらいの人は気づかなかったの、美味しいって食べたの、だ結局味なんてものはどうでもいいってことだよ、ね、美容室もまた同じ、なんでエステサロンも同じ、ね、全て同じ、結局は美味しいって食べるわけだから、うん、味なんてそいつら分かってなくて、ね、提案に対して美味しいって言ってるわけ、うん、だからこの価値を上げるっていうのは、料理を一生懸命やる、髪を切るの一生懸命やる、うん、ね、施術を一生懸命やる、もちろん大事、うん、もちろん大事だけれども、あのそれよりも提案っていうのを徹底しないと、お店の価値、人の価値、自分の給料上がっていきませんよという話ですね。だから、うん、あなたですごい提案してくれるじゃないですか、竹中さんこういう風なアングルで撮ってくださいとか、うん、こういう風な言い方をやってください、それに価値があるから高いんですよね。そうなんですよ、はい、素晴らしい、うちのクリエーションチームでどん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 提案に変わっていく、なかなか褒めない、いや でもそうです、はい、そうです、マインド論って言わないじゃん、うん、まあ、メンタル的なね、マインドセットとかメンタル的とか自己啓発、あんま好きじゃないもんね、めっちゃ嫌いやん、うん、ね、一番重要なのって結局スキルだから、うん、でもなんだかんだ思い返してみると、この一つは重要だったよ、マインドでも、そう、これ俺研究論文あの見たのよ、うん、でハーバードビジネスオンラインスクールでもしっかり働いてる、はいはいはい、言われてて、あ、確かになと思ったんだよ、うん、でこれ何かっていうと、まあ、ある大学の研究で、うん、あのグループを3つに分けた、はいはいはい、でバスケのフリースローあるじゃん、フリースロー、はいはい、フリースロー、うん、でフリースローを3つのグループでどれが一番改善されたかっていう研究だったね、うん、で1グループ A、B、C の3つに分けて、 A グループにはあの毎日練習をしてくれた、1週間、なるほどね、もうバスケで触って1時間毎日終わって朝やってくれた、一番改善するもんね、そうそう、で B のチームには全くしなくていい、バスケのことも考えずに、うん、もうテレビ見なさいと、もう全く考えないでいい、で C のチームには全くボールに触らないで練習もしなくていいけども、毎日1時間自分がフリースローを入れてるっていうマインドを、そのこの時間を取って想像しなさい、イメージトレーニング、イメージトレーニングをしなさい、うん、って言って A のグループは毎日練習しなさい、まあそれはね、グループは 24% 改善した、おお、すごいじゃん、で B のグループはもちろん何もやってないから 0%、 0%、ね、で C のグループ何パーセントぐらいだった、まあ、でもイメージだから 10% ぐらい、 23%、 え、変わらないんだほぼ、そうだから結局そんぐらいこの頭の中っていうののマインドセットっていうのはめちゃめちゃ重要なの、なるほどね、だから一応うちのカリキュラムにもマインドセットって入ってるじゃん、うん、こういうスタンスでやってきなさい、あ、やり方、ね、それぐらい重要なの、うんうん、だからこうやってカリキュラムを聞いてても自分は成功できないんだっていうやつが聞いてても全く無駄な、うん、俺中学校の頃からさ、俺は成功するから言ってたな、ね、絶対金持ちだから、誰も信じてなかった、誰も信じてない、見て見てみろ、みんな離れてくる、見てみろ、学校前ともね、先生ね、誰も信じないよ学校簡単るで、本当に先生たち今度同窓会しましょう、本当にね、いやマジそうだよ、まあ、タブレットは1億1円ね、もう寄付してんの、地元に言ってましたね、
で、何が重要かってね、うん、マインドね、うん、これはこうだっていう一本の線を持つこと、これは絶対重要、うん、はいはい、俺どんなにサラリーマンで、まあそんなね、今の奥さんとそんな短くないか、うち長いからもう、うん、7年、8年ぐらいそうだね、だから、まあ、1社目、まだ会社員だった頃、うん、そんなお金なかったよ、年収も600万とか700万円の頃、まあまあまあ、ね、そんなお金、まあこれでも高いから高いよ、まあ、まあまあ、そんな時に、いや大丈夫だと、子供がね、双子ができて、うん、大丈夫、俺めっちゃ金持ちになるわ、うん、金持ってないのにずーっと言い続けて、本当よ、いや、意味わかんないでしょ、根拠ないよ、うん、でもそんな気がしたの俺すごいなすごい、でもそれで言ってるかね、俺それ前の彼女に言ってたけど、それダメだもっと金持ちじゃなくなっちゃったそれ場合もあるからねすごい本物なんだからってでもそれ何か俺違いはわかるよ、何俺違いはある、しっかりとさっき言ったように想像してた、あずっとね、そうだから、うちの家族に笑い物されてた、こいつ中学校一緒だったね、うん、よくうちでご飯とか実家でね、うん、食べるんだけども、面白いや、タワーマンションでさ、うん、バスローブ着てワインを飲むみたいな想像してたのね、そう確かにやってた、バスローブしかも昔から着てなかったな、着てない、うん、着てたけど、ね、なんかそういうのもあんのかな、そんな毎日着てなかったんだけども、うん、その姿が見えてた、俺でも今やってないよ、うん、今はね着てないよ別にたまに動画で撮ってないあれあれがやりたかったんだね、タワーマンションでバスローブを着て、はい、このワイングラスを片手に、うちの家族に聞いたら多分知り合いいっぱい見てるからね、本当の理由言ってるから、いや俺はこうなるから、うん、そしたらタワーマンションで一番てっぺんで住んじゃった、ね、うん、バスローブなんて着てない、ね、高笑いしてるやん幸せなんだろうな今な幸せない、その想像はマジで来てた、なるほどね、本当に言ってましたね、本当に俺なんでできたか、あなたはもう想像してる人もいっぱいいると思うんだよ、うん、だ口で言うだけの人いっぱいいると思うんだけど、はいはい、俺瞑想してたちゃんとリアルに、ね、本当に、うん、だから今サウナに入ってる時間とか、あとは朝 その呼吸を大事にするって腹式呼吸とあと肺呼吸って言うでしょ、はいはい、あなたたち呼吸大事にしなさいって言うでしょ、あなたもたまに3月に言うで、うん、うちの瞑想ね、やっぱり朝の10分でも20分でも呼吸を整えて俺成功するんだっていう瞑想、うん、音楽聞きながらで今瞑想なんだよ、ブラックアウトとかね、なんか想像しないとか、うん、そのこと何にもなんだよ、うん、俺はもう想像しまくってる、ずっとそう、だからクライアントから何を言われても、いや、できないんだよ、できない言語のシステム開発を頼まれてもできます、下の子たちはいやー竹田さん無理ですよ、うち無理ですよ、何言ってんだ、そうデザインがパツってるしみたいな、いや、できますからで、なんだかんだできる、うん、っていう風なものを繰り返していくと、やっぱりそういうマインドを持ってると発言がこうやって変わってくるんだよ、うん、絶対できる、できると、もう絶対このチャンス掴まないといけない、うん、だからね、譲り合ってちゃダメよ、うん、人生なんてのチャンスがあったらもう奪い合わない、うん、チャンスっていうのはね、で、絶対できると、俺らやんないと他に回ったの、うん、はいはい、絶対できますって言って取って何でもできる、イエス思考なんだ、うん、ネガティブから発言しない、うん、会議中もそう、Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.